失敗を科学するひろきのダーツ上達道場です。今日はダーツが上達しない人に共通している7つの項目を話していきたいと思います。ダーツの投げ方には正解はありません。ただし失敗はあります。ダーツ初心者の方はこの7つの失敗をやりがちなので、それについて話します。なぜ今日は失敗を伝えるかというと、失敗こそが再現性があるからです。ちょっと解像度を上げていくんですが、世の中にはたくさんの成功者の事例があります。その成功者の方々に、なぜ成功したんですかという問いをかけると、その答えはバラバラです。本当にバラバラで汎用性がなくて、その物事の問題課題が起きた時に都度解決する、それが成功するという一つの秘訣なんですけども、失敗だけは違います。ある程度パターン化されています。つまりは成功というのは再現性が難しく、失敗というのは再現性があるということなんですね。あの倒産寸前のメガネ会社を再建したオンディーズの田中修司社長、破天荒フェニックス、この社長も言ってます。成功はアート、失敗はサイエンス。これはあらゆるスポーツにも応用できる言葉です。なので皆さんは、私が今からお伝えするこの7つの失敗を学ぶことでダーツ上達ができます。では行きましょう。まずは一つ目です。ブルに手を伸ばす。これはなぜか昔から言われています。この理由は超簡単です。ダーツってどうやったら入るんですか？超簡単、手をブルに向けて伸ばすと入るよ。いや全然入らんし。わかりました、ありがとうございます。おう、こんな感じで A さんは上手な B さんにアドバイスをもらって今のことを実践しました。でも A さんはちょっと B さんの言ってることが何言ってか分かんなかったんですね。いや、アドバイス通りやったんだけども、なんかうまくブルにいかなかったんですね。で、この数ヶ月後に A さんがまた B さんの目の前に来てダーツをやりました。すると A さんはダーツが上達してました。そこで B さんはこういうふうに声かけます。おお、 A 君めっちゃダーツ上手くなったじゃん。はい、B さんのおかげでダーツ上手くなったんです。お、あの手をブルに向けて伸ばすって効果があるんだ。マジでアドバイスの仕方はよくわからなかったけど、うまくいったんならよかった。おお、よかったやん。と、こんな感じで B さんは自分のアドバイスがうまくいったと勘違いしてしまいます。そして B さんは今のアドバイスを乱用していくことになるんです。ブルに向けて手を伸ばすと入る。うなぎやるかい。もうみんなめんどくさいんです、この教えるっていうことが。もう上手くなる人は知ってるんです、ダーツが上手くなるコツを。ひたすら練習することを。この練習することがダーツが上手くなるためのコツなんです。もう方法です。練習めっちゃしないとダーツ上手くなんないんです。だからそういった人たちはもう教えるのがめんどくさいから、もう手をまっすぐ引いてまっすぐ出すとか、ブルに向けて手を伸ばすだけで入るよ、これを乱用しがちなんです。そもそもダーツのリリースって顔の手前のあたり、このあたりで始まるんです。リリースの場所とフォローするの場所って骨格的にズレが生じていると絶対に違うところに行っちゃうんです。たまたまその人の骨格が、これの使い方がうまく腕を伸ばした、この過程、通過点にリリースのポイントがあって、伸ばしたら、ブルまで伸ばしたらたまたま入る、そういう風な骨格の使い方をしていただけなんですね。あとですね、この腕をまっすぐ伸ばそう、ブルに向けて伸ばそうとすると、このリリースポイントが本当にボード寄りになっちゃって、腕がしっかりと伸びない、そういう風な原因を作ってしまいます。これはですね、こちらにあるリリースの動画でお話ししておるので、それを参考にしてみてください。テノデーシスアクションというのが、このリリースの肝になります。だから無理にターゲットに向けてフォロースルーをする、これはやめてください。それでは2番目です。下半身は固定する。これもよく使われます。よく大砲のこの砲台、この固定砲台を例えに出す方が多いんです。土台がしっかりしないと大砲の先はぐらつくよね。だから下半身をどっしりさせなさい。いやいやいや、もう言いたいことはわかるよ。わかる。けどね、違うんですよ。もうあの PDG プレイヤー、もう世界最強と呼ばれているフィル・テイラーのスロー動画を見ると、全く体が動いていない。本当に頭が固定されて、全然微動だにしたい下半身。これを見ると、下半身固定が絶対にいいんだなって思っちゃいますよね。でもこれ違うんです。動いていないように見えるだけで、下半身の力をうまく使って、ダーツに力を伝えて飛ばせてる。
体の内部では本当にぐちゃ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 動いてるんです。動いていないのはこの頭だけなんです。そしてその下半身固定の幻想に惑わされて股関節をロックしたりとか膝をロックしてピンと立つ、そういう人たち見られます。まあ、これある種正解である種不正解なんです。これは人間の骨格には4スタンス理論という4つの骨格タイプがあって、 A タイプの人にはこれがあって B タイプの人にはこれが合う。で、 A タイプの人はしっかりと膝を安定させる必要があるし、 B タイプの人は股関節を安定させる必要がある。こんな骨格タイプの違いで、その上手い人の言葉っていうのは違ってきます。もう出すイメージワードが違ってくるんです。上手な A さんは膝をしっかりと固定させて体を動かさないようにして投げるんだ。片一方で上手い B さんは股関節をしっかりと固定させて体を動かさないようにして投げる。こうすると安定するんだ。もう A さんも B さんも言ってること、その人の感覚は間違いないんですよ。そうしてうまくいっています。だからアドバイスをもらった C さんは A さんの膝を固定する、B さんの腰を固定する、これを両方取り入れるんです。そうするともう足と腰がもうロックされちゃって下半身が全く動かない、本当に固定放題のようにはなるんですが、体の自由っていうのが効かないんです。この膝と股関節を同時に固定してしまうと地面からの力をうまく体幹まで伝えることができない、連動性が全くできない、ダーツに力が伝わらない、こういう風に陥ってしまいます。この体の力をうまく上半身腕の先ダーツに伝えるという風なコツを知りたい方はこちらの力の伝え方が9割の動画を見てください。はい、次です。次はこちらのグリップは動かさない、これになります。もうなぜこれが言われるのかというと、そのダーツがうまくいかない原因がもうそれっぽいからなんですね。もうだって直接ダーツのバレルが触れているその部分がグリップなんです。だからこのグリップにどうしてもその失敗しているっていう風な原因を見つけようと人はします。人は見つけるというかアドバイスを求められたらそういう風に言おうとします。だってここが一番身につくもん、皆さんも一番なんか気にするじゃないですか。だから皆さんはアドバイスするときに安易にテイクバックのときにグリップを握り込んでるよとか、テイクバックのときに指が開いてるよ、この言葉を使いがちになるんです。本当にこの訳がわからないアドバイス、本当の原因はグリップにあるんじゃなくて、指に関係してるんじゃなくて、体幹の使い方、軸の使い方が根本原因なのに、その根本原因を正しく伝えることがやっぱり難しいんで、この指に人は行っちゃうんですね。本当にあなたはこのダーツの持つ位置、グリップをミリ単位で毎回同じにできますか？指の毎回同じ位置に持てますか？そしてあなたの皮膚は毎日再生されてるんです。その感覚っていうのを毎回同じにできることは不可能なんです。そんな神秘的な人間の体、これは体の感覚、特に指の指紋とか手の中にあるパワーライン、これが自然に反応をして自分の一番持ちやすいグリップの位置、一番テイクバックして送り出す時のこの一番力が伝わる時にパワーラインを揃えて一番投げやすい位置に自然となるように体は作られてるんです。もうこの握り込んだり開いたりするのはあなたの体がその一番心地いいポジションを探す、そういう風な動きを自然とやってるんです。そんな手の動きの自由をあなたは奪ってしまうんです。自由を奪われたこの手はいずれあなたを裏切ります。そう、まさにあなたは恋人を束縛するかのように、そうなると待ち受けているのは別れという結末です。もし、私、束縛してるっぽいけども、そんなの分からないしないですよ。そういった方はもう独裁者の才能があります。もうナチュラルサイコパスです。というか、話がそれましたけれども、このグリップを束縛してしまうとどうなるかというと、イップスという最悪の形でダーツとのお別れが待っています。だからこのグリップの握り込みとかグリップの開きは気にせずにダーツを投げてください。ちょっとだけ補足すると、4スタンス理論の B タイプというのは少し握り込む傾向がある人が多いです。そして A タイプの人が開くような傾向がある人が多いです。まあでも A タイプの人はあんまりグリップ動かないですね。握り込んだりするあなたはもしかしたら B タイプなのかもしれません。はい、次に4番目です。ダーツを目線に合わせろ。これは言うまでもありません。
まずはじめに言いたいのは、セットアップするまでにあなたは寸分狂わず骨格の動き、それを完全に再現して毎回同じところに構えることができてますか？この問いかけをあなたにやりたいです。このダーツを目線に合わせることに固執して、セットアップするまでのこの微妙な筋肉の使い方、そして日によって変化するこの体の状態のことを無視していませんか？そんな筋肉や骨格、体の日々の変化を無視しながら、チップをターゲットに合わせる、フライトの場所をブルに合わせるんです、親指の爪のところをブルに合わせるんです。こんな感じでも1ミリも狂わず構えようとあなたはしてるんですね。だから毎回違う体の骨格の使い方、アバウトにこの辺で構えていいんです。本当に自分の感覚を大事にしながら構えてください、体の感覚。でも皆さん口を揃えてこう言うんです。目線とブルとダーツを合わせると安心するんです。そしてこの場所からずらしてしまうと狙い方がわからなくなるんです。こんなことを皆さん口にします。いやいや、あなたの動体視力はどんだけすごいの？あなたは目で見てダーツがリリースする瞬間を捉えているんですか？ちょっと冷静に考えてみてくださいよ。リリースする瞬間は目で捉えているわけではなくて、手の触覚で皆さんは感覚を捉えてるんじゃないんですか？目はこのリリースを見ているんじゃなくって、ターゲットにずっと目を合わせてるじゃないですか。その目で目標物を捉えて、あとは手の感覚で投げているんじゃないでしょうか。本当にその場所をなんとなく脳と目で理解して認識して、そこに感覚でポーンとホール、これがダーツのスローなんです。そしてね、このセットアップの高さを変えると何が変わるかというと、もう体の中の感覚が変わるんです。ちょっと私の例えを出してみたいと思います。私は4スタンス理論の A1 タイプというタイプです。私は以前このぐらいの位置でダーツを構えていました。ちょうど親指のあたりがブルです。親指のあたりがブルぐらいで構えていました。最近になって私はですね、この手首のあたり、このあたりをブルに合わせるような形で、ちょっと肘を上げるような形になりました。こうなると何が起こるのかというと、最初はダーツが上に飛んでいくんです。これはダーツに力を伝えるときに指を積極的に使おうとして投げていました。低く構えたときと同じような感覚で指を使おうとすると、それは上に行きますわ。だから A タイプというのは、この指をですね、あまり使わない方が横ブレがしなくなるんですね。縦ブレも、まあ、特に横ブレがしなくなるんですけども、だからセットアップの位置を高くすることで指をより使わないようなフォームに戻しました。こんな感じで、私は以前のフォームでは指をちょっと使いすぎていたところがあるので、セットアップの位置を高くすることによって指を使わない、そういう風な投げ方に改善していっています。こういった感覚の違いがめっちゃセットアップでは出るので、勇気がいります。セットアップを変えるのは勇気がいります。でも上達に悩んでいる方がいたら、このセットアップの高さ、位置っていうのを思い切って変えるのも一つの手です。ちなみに目線でこう合わせるのが大事じゃなくって、骨格の使い方がめちゃめちゃ大事です。A タイプの方は両手をこうやって真横に上げた時に水平を保ちます。この状態で構えるっていう風なところが骨格の一番使いやすいところです。 B タイプは両手をこういう風に斜めにしてこうやって構える、この高さの方が B タイプは合っている。これが骨格の正しい使い方です。まあこの骨格の使い方、なかなか簡単ではないので、わからない方はもう道場に来てください。ということで、改めて大事なのはダーツを目線から離すのではなくて、ターゲットをしっかりと目で捉える、その感覚が大事です。5番目、肘を固定する。これが日本におけるダーツ史上最も使われた言葉でしょう。ダーツって肘を固定して投げるんでしょ？ダーツを全く知らない友人とか、そういった方たちとダーツバーとかに行くと必ず言われる言葉です。あとはもう知り合った人に、私の自己紹介をするときに、私はダーツのプロですっていう風な説明をすると言われます。こうやってダーツ投げるんでしょ？左手で肘を押さえて得意げに今の言葉を言うんです。アホか、もうこの固定概念どっから生まれてきた？まあかく言う、私も昔はそうでした。もう本当に知らないうちに義務教育でこの肘を固定してダーツを投げるっていうことを習ったのかなって、もうそういう風な疑問も出てきました。もう今でも不思議に思います。この肘固定の真髄を紐解いていくと、2つの意味が実はあるんです。まずこの肘固定っていうのは、テイクバックの時の肘固定、まずは一つこれがあります。そしてもう一つのパターンは、テイクバックの切り返しからこの投げる時のこの肘が動く動かない、こ
この2種類があります。ちょっとこの肘の動かし方の解像度を上げていくんですけれども、このテイクバックルの時に肘が動く動かないはフォースタンス理論のタイプの A タイプと B タイプに分かれます。さっきの私が両手でまっすぐ伸ばしたこの高さの状態でテイクバックができる A タイプと、斜めの位置が骨格的に合っている B タイプの人は、高い位置から構えてセットアップからテイクバックすると肘がこの斜め45度ぐらいに収まろうとする、その動きをするのが B タイプです。だから B タイプの人って結構肘が動きやすい傾向にあります。そしてもう一つのテイクバックからの切り返しの時のこの肘の固定なんですけれども、なんか肘を固定してこうやってね、扇形のようにって振って投げるみたいなことを言われるんですけども、人間ってこのテイクバックからの切り返しの時って肘が多少なりとも跳ね上がるんですね。あなたが見えてないだけで一瞬ポンと肘が上に上がるんです。この肘が上がるという動きがないと、あなたはダーツにうまく力を伝えることができません。その動くこの範囲がめっちゃ上に上がるのか、それとも小さくポンと上がるのか、その違いなんです。これは結構筋力とか身長とかに比例します。そしてこの肘を跳ね上げるという動き、これを固定するという固定概念がある人はこの動きができません。ダーツをこのように肘に挟めて、この肘をポンと跳ね上げてダーツを上に飛ばす、この動きができません。このダーツを肘に挟めて真上に上げる、この動きの練習をあなたはやってみてください。はい、ということでこの肘を固定するという概念は捨てて、大事なのはセットアップの位置、この時の肘の位置がめちゃめちゃ大事です。 A タイプの人はこのまっすぐのラインが揃っている、 B タイプの人はここからテイクバックすると肘が収まりいいところに動く、そしてスローの際はどのタイプであっても肘がこうやって跳ね上げるっていう動き、これが起こります。だからもうガンガン肘は動かしてください。では6番目です。チップの先端をまっすぐターゲットに向けるです。これも呪いのようにダーツ業界にははびこっている言葉です。チップをまっすぐボードに向けないと、まっすぐダーツボードに刺さんなくてダーツが落ちちゃうんです。そうならないためにこの羽フライトがついているんです。このフライトがダーツが飛んでいく進行方向に対して空気抵抗がかかって、うまく姿勢補正して刺さるようになっているのがこのダーツなんです。だからこのチップの先端とかセットアップの時にもあさっての方向を向いててもマジでボードに刺さるんです。刺さんないのはあなたのセッティングを変えることで刺さるようになるんです、まあ、このチップの先端をターゲットにまっすぐ向けるって、これがなんでいけないのかをちょっともうフォースタンス理論的に私が説明したいと思います。これ毎回結構言ってます。大事なところです。これはフォースタンス理論のクロスタイプとパラレルタイプによってこのチップの先端の向きが決まってくるんです。ちょっと解像度を上げると、小さく前習いをした時に肘から先のこの部分、これを前腕と言うんです。この前腕の内転外転っていう動きがあります。パラレルタイプの人はこの内転をしても体が骨格タイプに合っているので、このように手のひらを正面に向けれるような形を取ることができます。でもクロスタイプという方はこの前腕が外側、ね、外転をしないと構える時に自由な動き方、自由な骨格ができないんです。だからクロスタイプの人がこう持つと、まあ、こう手の甲がボードを向いているような形になるんですけども、これだとダーツ投げれないんで、ちょっと戻しますね。クロスタイプの人はこの内転外転0度の位置を保った状態で構える、そういう風なポジションを作るといいです。この前腕の使い方がめちゃめちゃ重要であって、もしかしたらグリップの作り方によってはクロスタイプの人でもチップの先端が正面を向く、そういう風なグリップができるかもしれません。あくまでも大事なのはこの前腕の使い方です。前腕の筋肉と骨格と相談をして、このチップの先端をどこに向けるかを体に相談してください。それでは最後7番目、ダーツを直線的にターゲットに向けて飛ばすです。突然ですが、地球には何があると思います？こいつ何をいきなり言い出すかと思いましたよね。答えは重力があります。リンゴが地面に落ちるように物体は下へ下へと落ちてきます。ダーツも同じで、投げたダーツは下へ下へ下へと落ちていきます。ダーツが上達しにくい人は、この矢を直線的にダーツを投げようとイメージするんです。飛ばそうとイメージするんです。だからそのイメージで投げると、矢が目標よりもちょっと下の方に刺さってしまいます。こうなると人は思うんです。あれ？
もうちょっと強く投げてみよう。するとどうなるかというと、腕を強く振ろうとするからコントロールが握って乱れるんです。力いっぱいに腕を振ろうとすると自分の思ったところに物は行きませんよね。試しに皆さんエレベーターに乗ってエレベーターのボタンを押すときに全力の力とスピードでボタンを押してみてください。自分の思った階には一生たどり着けません。たどり着けないなら私も指が骨折します。なのでこのダーツっていうのは絶対に下に落ちるっていうことを認識しないといけません。ダーツがボードまで刺さる過程はこのように山なりを描いていくんだよというイメージが必要です。これを認識するだけでダーツをボードまで楽に飛ばす、楽に運ぶことができるようになります。はい、いかがでしたか。今回はピロキが考えるダーツが失敗する7つの法則、これをお伝えしました。1つ目はブルーに手を伸ばす、2つ目は下半身を固定する、そして3つ目はグリップを動かさない、4つ目は構えは目線に合わせろ、そして5つ目は肘を固定する、6つ目はチップの先端をブルーに向ける、最後にダーツを直線的に飛ばす、こういうふうなお話をさせていただきました。失敗の法則は個人によって様々です。実際にフォームを見ないと何とも言えないところがあります。もしですね、この自分の失敗がわからないという方はピロキのダーツ上達道場のリアル店舗を受講してみてください。骨格診断フォースタンス理論をベースにダーツ上達のサポートをしております。神奈川県横浜市瀬谷区の瀬谷駅というところから徒歩4分の場所に位置しています。皆さんのお越しをお待ちしております。またこちらの公式 LINE の方に登録していただくと毎月お得な情報とかお得なダーツ上達の情報が届きます。ぜひこちらのご登録よろしくお願いします。本日も最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、ダーツいってらっしゃい。自分のフォースタンス理論のタイプを知りたいと思っている皆さんにプレゼントがあります。今ピロキの公式 LINE を追加していただくと、フォースタンス理論を簡単に診断するためのピロキおすすめのセルフタイプチェックの動画をプレゼントしております。その他にピロキがおすすめする初心者のためのダーツ上達動画、中級者上級者のためのダーツ上達動画、メンタルで悩んでいる皆さんのための動画、ピロキがおすすめするエリスグリの過去動画をまとめております。公式 LINE 追加の方法は YouTube タイトル横のこういった矢印をポチッと押してください。その後に説明欄の方に行きます。そこから公式 LINE 追加ボタンをポチッとまた押していただいて LINE でお友達になってください。毎日ちょっとだけでもいいからダーツを投げる習慣をつけて自分に丸をつけていきましょう。皆さんこんにちは、ピロキのダーツ上達道場のピロキです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは皆様からのご質問やご相談、感想などをお待ちしております。ご質問がある方は概要欄にある公式 LINE から送っていただければと思います。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。